チーム代表大空翼くんに今優勝カップが手渡されます。やりました、日本ついにジュニアユースクラス世界一に輝きました。え、スピーチって言われても困ったな。翼くんが思った通りのことを言えばいいんだよ。うん、皆さん大きな声援ありがとうございました。僕たちはこの大会に優勝しようと頑張ってきました。その夢が叶って今嬉しさでいっぱいです。だけど僕たちの本当の夢はワールドカップに優勝して真の意味で世界一になることです。日本のワールドカップ優勝、それは一生叶わない儚い夢かもしれない。でも夢を追うことは自由です。そして夢に向かって頑張ることは素晴らしいことだと僕は信じています。俺たちはいつまでもその夢に向かって走り続けます。